はい、次は、御殿瓶を使った、仕掛けです。コロダイ釣りですね。まずは天秤を開けます。まあ、石台釣りとかで使うようなものの、ナイロンの道糸バージョンですね。まずは、こっちが長い方ありますんで、こっち側がまあサルカンの方に行くようにします。でここを糸通します。でこうやって糸を通します。まあ、ここが重りつくところですね。で、で次にサルカンも、入れるんですけど、サルカンどこかな、サルカンを入れるんですけど、このまま入れると、ここの重りのところがね、サルカンに当たってしまいますので、1個間にクッションを入れます。浮きゴムでも、いいですけど、こういう安い、絞り玉がありますので、これを入れておきます。1個間にで、ここにサルカンを入れます。1、2、3、4、クリンチノットで4回結んでバッと入れます。で端っこの糸切ります。そしてこのここに捨て重りをつけますんで、この捨て重りのこの、ナイロンの糸ですけど5号なんで、まあ、自分の体力で根掛かりした時に切れるぐらいの、太さにしておいてください。もう力があって10号でも簡単に切れるっていうんだったら10号でもいいです。あまり細くしすぎると重りだけ飛んでいってしまいます。で、この捨て糸の長さですけど、まあ短めの方が、使いやすいと思います。両方結んで15センチぐらいまでが、絡まないんで使いやすいです。で、これも六角重りですね。ナス型とか釣り金重りとかじゃなくって六角重り、六角重りの方がこう、仕掛けが安定しますので。でここにフックドスナップがついているんで、フックドスナップのところにこの輪っかを通します。こういう仕掛けはワイヤーにしたら、石台でも、使えますんで、こういうような仕掛けですね。でここに、ハリスを結びます。でハリスは8号、で針は、コロダイの20号を使います。で、こう針の軸というか針先を上に向けて、上から缶付き入れて糸を引っ張って、でここで輪っかを作ります。でここに巻きつけます。8回ぐらい巻いてみましょうか。8回ぐらい巻いて、この輪っかに通る。で本線の方をゆっくり引っ張って、支線の方も引っ張ります。で引っ掛けれるようなところに結んで締め込みます。あんまりやると手切れますんで。でこれで余った糸をカットします。で、まあ、大体ひとひろも、いらないぐらいですけど、頭皮よりちょっと短い分ぐらいで切ります。でこれは針自体がちょっとこう重くなりますんで、フロート玉を入れます。このようにフロート玉、これで、この針だけではなくと餌もつけますんで、餌をなるべく浮かせるようにします。2つぐらい入れておきます。でこれでこのサルカーのところに結びます。
はい、これで出来上がりですね。道号が8号、ここに、スプリングの天秤がついて、捨て重り、捨て糸、これが5号と重りが18号で、クッション代わりの、セル玉、絞り玉が入って、サルカンで、ここからハリス8号の、フロロカーボンが、大体80センチぐらいで、フロート玉が2つ入って、コロダイの、25の針です。こういう仕掛けですね。でこれが、実際海の中へこう入れると何にもないところに、置いても仕方がないので、例えばこういう障害物が、あるとしたら、こうぐーっとこう竿先がこう、まあ、伸びてるとしたら、投げてぐーっとこう引っ張ってきます、ね、でこういうところに行くと、ちょっとこう竿が引っかかりますので、でこういう障害物のところに、魚がいますので、この障害物のところを一旦こう乗り越えてください。ぐーっとポンと乗り越えたところに餌が来るように、これ今ちょっと癖がついてぐるっと曲がってますけど、これが餌がこういうところに目立つようにして、あとは、三脚とかに竿を立てて、あとは回すだけです。で、根掛かりした時には、ここ根掛かりする時はここの六角重りのここで引っかかりますんで、ここが引っかかったら、ぐーっと引っ張った時にここのナイロンの糸が切れるようになっています。で、後からのぶっこみの場合はこのコロダイ、この針は、タマンとかの針に比べるとちょっと、強度がそこまでありませんので、万が一、岩とかに引っかかった場合に思いっきり引っ張ると、これひねりが入ってますんで曲がりやすくなってます。でその時は、針から折れたりとか、針側が曲がって、外れるようになっています。これを、鳩のぶっこみ釣りに使います。